皆さんこんにちは、電の子天使チャンネルの電の子です。今回もジャンププラスにて連載されているスパイファミリーについての内容をお話ししていこうと思います。アニメ放送が第11話ミッション11ステラまでがね放送されました。いよいよ4月から始まったスパイファミリーもワンクールということで早いですね。前回の第10話では大幅な改変やオマージュがあり、原作ファンをうならせたり、一方でやりすぎだって感じた人もねいるちょっと話題の回となりました。そして今回第11話はおそらく原作再現をそのまましていく流れになりそうだと思いますが、アニメではどう変化するのか、変更点や違いについて振り返りながら掘り下げていこうと思います。ぜひ感想やご意見、ここも原作と違ったよっていう部分があればコメントしていただけると嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。電の子天使チャンネルではアニメや漫画などに関するコンテンツを配信しています。スパイファミリーやジャンププラス関係、ジャンルにとらわれず深掘りしていきます。ぜひチャンネル登録して最新動画を見逃さないようにしていただけると電の子も頑張りますのでよろしくお願いします。では早速本題に入っていきましょう。今回はオープニングからのスタートとなります。基本的にオープニングスタートの時はその後きっちりストーリーを展開させる傾向にあるので、だいぶパターンが絞れてきているかなと思います。冒頭は水が流れる描写のシーンからスタート。原作ではミッション16からのエピソードなので同じ展開ですが、よりアニメらしい雰囲気から始まりました。アーニャのテストの点数を確認するロイドですが、原作では何の強化か分かりにくかったんですが、今回見るとサイエンス、まあ、理科ですね、2点、ラングエッジ、国語0点、数学7点という部分が分かりましたね。暗い雰囲気でテレビのボンドマンのセリフも同じですが、アニメらしい細かい表現の仕方でした。勉強するのを嫌がるアーニャも非常に可愛いですね。このあたりもセリフと原作と全く同じとなっています。ロイドと勉強中のことわざクエスチョンも同じですね。残弾数8分の2が個人的にめちゃめちゃ好きです。アーニャの好きなアニメスパイウォーズで例えた方がアーニャ自身が理解しやすいことをアニメ第8話でロイドが感じたため、それからスパイウォーズを読んでいる描写があるので詳しくなってますよね。これについてはもちろん原作でもそうだったんですけれども、アニメだからこそ分かりやすい描写となっています。父っぽく言ってみたカンニングの計画を語るアーニャも同じで、悪い顔もいい感じでした。ロイドの計画やアーニャのカンニングに対するリスクの不安についても一言一句変化なしでアニメで再現していました。そして追いかけ、アーニャのおじさんの絵はカラフルだったのがよくわかりましたね。音楽へ切り替わる挿絵が一瞬映りますが、こういうところも細かいですが可愛い描写が挟まれています。音楽、スポーツの下りもほぼ一緒ですが、スポーツの時クラブ活動について触れてましたが、ここではカットとなっていました。そしてこの日は終わりますが、フォージャー家の話は今までで一番原作そのままだったように感じましたね。続いてお出かけ、病院ボランティアへお出かけします。親子ボランティアですね。ナースさんも全く原作と同じ人物です。ロイドが社会貢献の話を心の中でしている時、アーニャが心を読んでいる描写は原作でありませんでした。キラキラと頭の方が光って読み取っていましたね。そしてボランティアへ、ここで細かいですがアニメで追加された要素として、お掃除、図書館がダメのみでしたが、今回はねアニメになると食事の配膳、理念交換でもダメだったアーニャが追加されていました。そして手術室で、まあ、手術室がアーニャ並みに言えないんですけれども、手術室でメスを渡すやつをやりたいアーニャは病院内を走り怒られ帰らされそうになります。ここは原作ではただ単純にできないアーニャを否定する形でしたが、廊下を走るなの看板を出すなどちょっと角度を変えた表現となっていました。そしてケン君がリハビリプールで落水するシーンへ、ここは原作では遠くの声が届いていることやパニックになっているところで文字が反転したりもっと分かりにくい表現でしたが、アニメは結構ストレートな感じでしたね。ここは正直ね原作の方が良さを感じるので、ぜひ見てもらいたいなと思います。アーニャが飛び込むシーンはめちゃくちゃ臨場感があってつい見入ってしまいましたね。その前でも決意するアーニャが拳を握る描写など細かい部分が織り込まれています。救出後の下りもほぼ同じとなっています。ここで振り返りながら思ったのですが、先ほど紹介した文字の使い方だったりとか、原作漫画もアニメさながら臨場感があるのを再確認したので、遠藤先生恐ろしやですね。そしてアーニャはステラをゲットします。
星が飛んでくるシーンは背景にイーデン校のマークが描かれていたのはアニメでの追加となっています。夜もアーニャがステラをゲットしたことを喜び抱きしめますが、ユーリのようにあばらが折れないか心配ですね。この辺ね、ちょっと細かい描写で映し出されてるんですけれども、アニメの方がわかりやすかったですね。ロイドがテロを未然に防いだ時のような誇らしい気分のとこもそのままですが、もう完全にもう父親ですよね。そしてアーニャのエッヘンで前半パートは終了となります。前半はほぼ9割原作そのままという感じでしたが、細かい部分が調整されアニメらしい動きで表現しているという感じでしたね。原作のミッション16がそのまま前半パートに当てはめられていました。そして後半パートへ、ハンドラーとロイドが変装で密会するシーンからスタート。こちらも原作と同じ流れですね。セリフも全く同じとなっています。アーニャの登校風景、ここもちょっとしたセリフは完全再現です。アーニャのチッチッチの言い方がね、絶妙でしたね。これはアニメならではの表現の仕方かなと思います。さらに一躍時の人となったアーニャに友達100人できるかもと言われ妄想するシーンですが、まさかのダミアンとロイドのアフレコ、アーニャ、まあ、過去種崎さんですね、種崎さんがやるのは面白かったですね。笑いました。教室ではアーニャに対する妬みを言うクラスメイト、このあたりも一言一句同じです。ダミアンにね、クラスメイトが賛同を求めるシーンではゴマを吸ってっていうところがねカットされていました。ダミアンのね男気発言は個人的にめちゃくちゃ好きなんで、もう少しね強調してほしかったなというのが個人的な、意見ですね。でベッキーの過去のプレゼントは全く同じですが、ピンクで色がついて派手派手しかったですね。ちなみにこのファンブックではピンクの戦車は音が気に入らなかったということで飽きたらしいです。ビーゼルちゃんのところもダミアンのマックスのところも同じとなっています。またここでもダミアンの声をアーニャがするのが良かったです。さらにデズモンドもアフレコしてきたのは笑いました。そして犬が欲しいとロイドにお願いします。このあたりもほとんど同じですね。最後はついに新たなフォージャー家の候補が現れ、どんな犬種を選ぼうか期待を膨らませるアーニャでアニメ11話は幕を閉じました。今回ね、第11話基本的にもう原作とほぼ一緒ではあるんですけれども、細かいカットを入れることで原作よりもちょっとブラッシュアップしたというか、アニメならではの表現の仕方があったかなと思います。まあ、個人的にはね、種崎さんがね、アフレコするシーンだったりとか、その辺がすごい面白かったし笑えたなと思います。今後もね、多分おそらくそういう形で、まあ、前回がむちゃくちゃ改変されてたので、その辺今回はねすごいスマートになってたので、これはこれでねスパイファミリーアニメ楽しめる部分かなと思っております。来週はね、水族館のエピソードでアーニャへのご褒美のエピソードが語られそうな感じがします。結構詰め込まれそうな感じはしますが、予想としてはうまくまとめられそうな印象ですね。果たしてボンドの登場はあるのかないのか、楽しみに待ちたいと思います。ぜひご感想やご意見、もしくはここも違ったよという部分があればコメントを教えていただけると嬉しいです。今回は以上になります。ぜひまた見てやってください。さよなら。